わいきなりなんかレインボーブリッジ的な橋に、都会的な橋に来ましたね。よし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 。さあ来ました。フォーサイド、曲は確かマテンローに抱かれてっていうね題名だった気がする。さあ来ましたね。どうするんだっけ。とりあえずいろんな人に話しかけましょう。このフォーサイドの街もモノモッチモノトリーさんが活躍し始めてから随分発展したよね。私は良かったと思うよ。あ、そうなの。モノモッチモノトリーさん、今回の重要人物ですね。ツーソンからやってきたトンズラブラザーズってバンドは大人気だな。お、マジで。トボロ劇場はいつも満員らしいよ。すごいね。トボロ劇場、これだね。へい。はい。よし、入りましょう。お客様、チケットを拝見いたします。あ、チケット出さなきゃいけない。これか。使う。ありがとうございます。お急ぎください。ステージが始まるところです。よしよし、見ようじゃないか、見ようじゃないか、早速ね。あれ？おや？なんかもうステージっていうか、ここ入ったらもう始まるかと思ったけど。めっちゃ広くない？おしゃべりするなってば。おしゃべり…まさか。みんな同じことしか喋らん。みんな同じ人じゃない？え？何人兄弟なのこの人たち。いつかネスさんという方が訪ねてきたらお通しするようにとトンズラの方々から言われていました。どうぞお入りください。VIP ですね。ヘイトンズラブラザーズー、久しぶり。あんたらには本当に借りばっかり作っての申し訳ないの。わてらあかん、どうもあかん、カッカッカ。またこの劇場のオーナーに騙されちまったよ。またか。店の契約書で縛られちゃってるんだ。イエイ。いやイエイじゃない憎めないな。なんか歌は得意な俺たちだけど金と女には弱いのよ。ジュワジュワ。モノマッチモノトリーに会うためには俺たちの力が必要だ。はっきりした理由は言えないけど、音楽屋の直感ってやつかな。そうか。元気だな。ナイスマクソッタルドマリ、最高のバグダマをお見上げするぜ。トラトラってくって、ダンダッパテッチバーンド。3、あ、違う。3、2、1、GO!ライトが早すぎる。絶対今の間違えてた。あ、指こっちだった、間違えたって。絶対そうだ。いいね、かっこいい。ソロかな、サックスソロかな。かっこいいよね、サックス。ププさん、バリトンサックス吹いてたよ。イエーイ。よし、うん、一緒だ。じゃあここのオーナーさんのところに行ってみようじゃないか。はい。そう、あなたたちトンブラの、ん？トンブラ略してる。さすが都会。
なーに？え？ダメダメ。このバンドは100万ドルの借金をうちにしてるの。契約を破ったら、おまわりさんにこらってお仕置きされちゃうのよ。ほほほほ。それとも、僕ちゃんたち100万ドル立て替えてあげられるの？埋蔵金でも掘り当てなきゃ無理よね。ほほほ。埋蔵金。あはははは。みんな悪いな。大人って汚い。トットさん。トットさんはね、永遠に少女だよね。永遠に少女、大人じゃない。砂漠の埋蔵金発掘はどうなったんだろう。もし見つかったら大変な金額だろ。何百万億ドルの借金だって返せちゃうよな。俺だったら日本へ行って東京のカツマンのヒレカツ定食を3回くらい食っちゃうね。え、どこだろうそれ。今もやってるかな。食べに行きたいな。東京に住んでるから食べに行きたいな。え、元ネタわからん。なんだろう。え、調べてみようかな。ゲーム終わったら地図見よう。うん、フォーサイド。あ、ホテルがありますね。セーブ1回します。ネス様、今夜もお泊まりですか。え、知ってんの。いつもチップありがとうございます。あ、もらってなかったでした。知ってた。いや、誰誰に話しかけてるつもりだったの。てか、なんで名前知ってんの。わー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 、なんかいる。ガミガミレディ。いや、いるよね。うん。都会じゃなくてもいると思う。まあ、でも服装は都会っぽいかも。普通に叩くでいいのかな。強いのかな。え？お。え、250与えても倒れないって強すぎる。買い物バッグで叩いてくる感じ。ハンドバッグのベルト。何に使うんだっけこれ。なんか縛るんだっけ。戦闘時、鞭のように使うと敵にダメージを与え、少しの間動きを止めることができる。一列、あ、やろうやろう。あ、ちょうどここにおばさんがいるから、この人に使ってみよう。ネスが持ってんのかな、今のは。あ、ネスが持ってる。あ、間違えた間違えた、待って。何してた何してた。何をして今、次になったのかわからん。どうだ。何？怖い言葉。お、いいじゃん、いいじゃん。30か。まあまあだね。でも、いっそも攻撃与えてくれんのんじゃけど。レベル上げすぎたかな、本当に。え、全然攻撃してくれないじゃん。なんか、汚い言葉ぶつけられただけなんだけど。しかも効果なかったし。さあ、今度こそ攻撃してくるかい。どうだ。うん。攻撃する隙を与えない。マザー3プラン会議中、無関係者の立ち入りを禁止します。エイプ神田開発室か。神田にあるそうですね、エイプは。あ、おじちゃん、おじちゃんは攻撃してくれるかな。迷惑の親父。おばちゃん、おばちゃんじゃねえ。みんな何も知らねえんだ。ヒック。俺は物取りの手下に土地や家を全部騙し取られたんだぞ。あいつらは悪魔だ。弁護士も警察もみんな物取りの手下だ。どうあがいても勝てやしねえ。俺は酔っ払っちゃ、ヒック。いねえよ、バロイ。焼け酒ですかね。一体何が起こっているのか。ここ入れますか。入れません。とりあえずデパートに行きたいけど、多分先に埋蔵金じゃないかな。この看板のようなガラクタがいっぱいあるぜ。フリーなジャンクやブリッキーハンダーはデパートの裏の路地。なんだろう。デパートの裏の路地。デパートはどこですか。デパート、これ病院だよね。デパートはあっち。デパートの裏の路地。あ、警察だ。
お前ら物取り様のことを聞き回っているらしいな。なんかあったらしょっぴいてやるからな。覚悟しておけよ。わかったか、ネスさん。怖あ、なんかいる。そこの塀に張り付いてるやつ、覗き男かもしれないわね。あ、ここは、ここはあの場所ですね。どうもこの部屋の、この塀の中は怪しいな。なんか俺の場所じゃないような気がするんだけど、案外お前の場所だったりして。うん、そうかもしれない。あ、なんかいる。 OK, welcome! 今なるよ。 What do you want? 何するんだ、あんちゃん。あ、いいね。どうしよう、壊れた色。とりあえず買っとくか。ちょっとレベル結構上げてるんで、直してくれるはず。だかな、見てみよう。もういらんかな。センキューセンキュー、ありがとよ。この人かな、デパートのなんか路地裏にいる人。あ、ここ覚えてたんですよ。ただちょっと見切れてるね。どこに取る、どこで取る。駆けつけるのも早い、取るのも早い、天才写真家です。おめでの写真を撮りますからね。はいはい、ありがとう、いつもありがとうございます、写真のおじさん。ちょっと見切れてたかな。うん、ちょいちょい見切れてたね。どうしてデパートが閉店してるのかな。モノトリーがオーナーになって、このデパートは変なことが多くなったね。そうなんですか。ただいま休業中でございます。クキッ、クキッ。怪しすぎる。後でにするとして、多分先に行くのは埋蔵金の場所ですよね。市民の安全よりもモノトリー様の安全を守るのが、へへへ、俺たちの任務だよ。ここはそういう街さ。へへ、いや、ダメですね、そういうことはいけませんよ。上流階級で、ダメ、もうダメ、もうしゃべ、もう噛んだから全部ダメ。昔はモノトリーさんは風災の上がらない、ただのぶどうじゃない、不動産屋だったんだ。今じゃ警察まで自由に動かせるっていうぜ。俺はフォーサイドの街が良くなったなんてとても思えないな。1階フォーサイドベーカリー、2階ベーカリーの2階。え、そのまんまじゃん。いい、入ろう。この街のパンは素晴らしく都会的な美味しさなのよね。実は私この店のオーナーなんだけど。あ、そうなんですか。このじゃあ旦那さんかな、この人。うん、特に何も言わないね。ラッキーサンド、ダブルスキップサンド。いや、いらんかな。うん、また来ます。パンは好きなんでね。メロンパンが一番好きです。今は世の中にはケチな奴がいるもんだ。あ、今世の中にはケチな奴もいるもんだってことについて考えていたところなんですが。あ、そう、あ、この人さ、これじゃない、ちょっと説明しよう。あ、いや、それだけかい。これだった気がする。待って、え、おばあさんの形見のコンタクトレンズを届けに。ありがとう、ありがとう。僕の家計は物を大切にするんです。じゃあ早速何かお礼の品物を。まだ5年しか履いてない僕のよそ行きの靴。いらねえ、穴も開いてないし、こないだ洗濯してから一度も履いて。いらねえ、ほんの少しに。いやいや、大丈夫です、遠慮なくどうぞ。ネスはペテネラの靴下を手に入れた。あ、大切にしてくださいねって言ったかな、今のは。ちょっと説明見るか。捨ててもいいけどね。説明。戦闘時、敵はその臭さに たじろき、固まってしまう。臭いんじゃん、一度使うとなくなる。いやー、いいね。こういうネタ好きなんだよね。だからね、マザーは隅々まで読みたくなる。ね、そういえば、何だっけ、落とし物を、なんか、ツーソン、病院にいる人、おじさんになんかの渡さなきゃいけなかった気がする。ツーソンだったよね、スリークじゃないよね。どっちだっけな。どっちもとりあえずバスがね動いてるんで、ちょっと行ってこようと思います。まずはエスカルゴ運送預けてるんでね。さあ来い。ここもここまで来れるんだろ。来るんだ、こっちへ来るんだ。
ホテルで、ホテル、ここの多分フォーサイドの物価高いから、ツーソンのホテルで泊まろうか。あ、違う。ツーソンのホテルじゃなくて、ポーラちゃんの実家に泊まろう。あ、来た来た。え、どこから出てきた？泊まってたの？え、待って。なんでそっから出てくるの？泊まってたの？おかしいだろ。おかしいだろ。うん。ありがとう。あら、みえちゃん来ちゃったの？えへへ。来たの？そう。抱っこしてほしいな。あ、わかったわかった。わかったから、大きい声出せないな。何言ってんの。おとなしくしててね。ちょっと、豆ちゃん抱っこして、マイク遠いから、さっきよりちゃんとはっきり喋らなきゃ。さあ、着いた？着いた！着きました。ありがとうね。さあ行きましょう。病院は、ん？あっちか病院。さあこの人じゃない？違うかな？違う。どの人？こっちかな？あ、この人っぽい。大したことないもの。ありがとう、ありがとう。感激だな。私の命の次に大切なものを届けてくれたんだね。親切な君のスカラビの実、親切な君にスカラビ土産のマジックトリュフをあげよう。ありがとう。ネスはマジックトリュフを手に入れた。PP 回復系かな。ちょっと見てみます。ジメジメドロドロした場所の木の根元にあると言われている幻の珍味。食べると PP が約80。すごくない？持ってきてよかった。ということでね、ちゃんと落とし物を、いや、あのね、いろいろなものはね、しっかり届けましょうよって。うん、そっちの方がね、いいことあるよね、やっぱり。ただいまー。泊まらせて。女の子の部屋に泊まらせて。まあまあ、ようこそです。じゃあ、あんまり美味しくないハニーパイを作るわね。いや、絶対美味しいよ。未来の嫁さんが作るハニーパイ。終わり終わらせてはくれない。あ、もうすごい大回復。食べただけでもう回復するってすごいね。うん。で、電話機はなかったので、グッズじゃない、なんだっけ、ホテルに泊まるか。うん、泊まっちゃいましょう。さあ、ホテル来ました。安く感じる。すごく。ジェフは夜鍋をして壊れたメーカーを直した。ダブルムービーって書いてあった。ダブルビームだった。多分ビームだな。なんでムービーなの。お出かけの前に新聞でもいかがでしょうか。今朝のツーソントゥデイは、あ、間違えて、ツースポ持ってきちゃいました。とりあえず読んでみますと。何それ。タスコのタッシーはネッシーのいとこ、は何なんでしょうね。おかけわからん。全然わからん意味が。ね、スポーツ新聞かな。何が、内容どこもスポーツ新聞でもなかったけどね。おはようございます。よくお休みになられましたか。はい。さあ、ただいま、どこどこ砂漠。いや、ここでレベル上げ頑張りすぎて、ここがいげないような気がしてきた。そんなわけないね。さあ、ここの、埋蔵金を、なんか、掘るぞーって言ってた人のとこ行きます。おっと、そこじゃない。なんかね、砂漠を歩くとね、ほら、汗かくんだけど、道路に歩くとね、全く汗かかないんだよ。で、日射病になんないんだよ。なんで？あ、すごい。え、すごい。めっちゃ掘ったじゃん。あっぱれ。あっぱれだ。お、なんか、お、なんか矢印が。この穴掘りをずーっと見てるんだけど、なんか出るのかしらね。出ますよ、多分。テレビ中継でもしてくれたら寝転んで見てられるのにね。みんな、あー、ほら。もうジェフはね、
あの うちの仲間の一人はこの通りさみんな熱中症かかんないでね。え、待ってね、どうやって、日射病、あ、日射病はヒーリングで治るね。アルファで治します。はい、いでで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 、やめてやめて、髪の毛引っ張んないで。さあ、おじちゃんなんて、うん、真珠、あ、ヒーラー、ここにもいる。すごいな、ヒーラーさん。ヒーラーさんなんか仙人のイメージあるから。あ、またちょ、全然、ちょ、待ってね。仙人のイメージあるから日射病にかからない気がする。仕事が溜まってるんだけど、ここが気がかりで動けないんだよ。困ったもんだ。いや、ダメなやつ、絶対ダメ。嫌だな。仕事しっかりしなさいよ。砂漠を歩いて、お腹も減ったろ、喉も渇いたろ、何するんだい。お、濡れタオルくれる。アイスキャンでちょっと欲しい。ちょっと普通に食べたい。見せて、説明を見たい。食べると体力が約18。うんうん、そんな上がらないけど、でも重要だよね、今の季節。最近暑いし、雨降ったら寒いけど。すげえ掘ってんじゃん。え、ここんとこまでは楽勝で穴を掘ってきてさ、迷路をめっけたんだけどね。もともとあんの、この迷路。全部掘って迷路作ったとかじゃなくって、バーケモンがうーんと出てきて先に進めなくなっちまったんさね。でっけえモグラがどうやら5匹もいる。バケモノさえのしちまえばもっと先まで進めるんだいね。おら、意外っていいよ。悩んじまってさ。ふぅ、まいったいね。そうか。モグラの敵を倒せということですね。いや、時間もいいとこなんでね。ここら辺で終わりにします。次回はこの迷路の敵をね、いっぱい倒しちゃいましょうということで、はい少しでも面白いなと思っていただけたら、ぜひチャンネル登録と高評価ボタンをよろしくお願いします。バイバーイ。じゃあバイバイは、バイバーイ。はい、バイバーイ。